チャンネル登録お願いします。レイチということで、はい、また買ってきましたスポンジね。今日の一面、次郎の一面と何も純粋に若干ある、阪神が負けた、また負けた、他はギャンブル系ばっかりやね。あ、ほんでギャンブルといえば、あとは本田ってこんな顔しとったっけ。本田顔めっちゃ変わってるんやけど、この本田の顔どないしたな、髪の毛下ろしてるし、本田サッカーの本田ね、なんか変な顔なってるし、コロナがまた増えてきたりと、あと柔軟さ、これはええわこれはええ、ね、なんかカジノがどったらこったら言ってね、オンラインカジノ、オンライン日本初登場、無料で遊べるオンラインカジノゲーム、ミスティーノっちゅうね、そのオンラインカジノやから、多分こうスマホとかパソコンでするやつやろね。スロット、バカラ、ブラックジャック、ルーレット、全部あるようでね。ね。私はね、大好き、バカラ大好きおっさんやったからね、昔。もう、ようさんあってんね、大阪にも、そのバカラ城がね。今はもう、あるんかな、どうか知らんねんけど、東京まで行っとったからね、死ぬ。はい、こう、かー、この、めくるんが楽しいよね、あれ。だからね、こういうゲームっていうか、ではしません。はい。ハマった子もあるしね。だから、そこはしません。と、あと、吉本新喜劇までやってんかったよね。やっとやる言うてね。あ、もうやってるんか。あんまりやってないか。もうやってるんか。吉本新喜劇が復活いうことか。17日から。そういうことね。はい、ということで。大阪といえば吉本やからね。吉本新喜劇。他の大阪以外の人は、大阪の人間は、吉本新喜劇毎日見てると思ってはるからね、そんなん見ることおませんで、普通はね。はい、ということで以上でございます。いってらっしゃい。